はい、こんにちは、イトっチャンネルです、えー。9月の7日木曜日ということで、えー、台風がね、近づいてきておりますんで、皆さんね、事前に準備するなら今日といった感じだと思うんですけれども、ぜひね、皆さん注意してね、えー、台風過ごしていただければなぁなんて思うんですけれども、 あの、最近ね、ちょっとバングッドさん、今セールやってるんで、ちょっとバングッドさんの話するんですけれども、あの、先日、結構前か、1年ぐらい前にね、バングッドさんのセールの時に、ラジコン買ったんですよね、僕ね。結構ラジコンも好きで昔から、で、結構ね、男の子好きだと思うんですよね、ラジコンってね。で、普通ラジコンって言ったら、タミヤモケイさんのものだったりね、え想像すると思うんですけども、組み立てて。 えー、作るやつですね。僕もね、あの、ちっちゃい頃それ作ってたりするんですけれども。で、あれがね、だいたい30キロ、時速30キロ、40キロぐらい出るらしくて、まあ、結構ね、それでも早いなぁ、なんていう感じなんですけれども。で、バングッドさんで売ってるね、ラジコンコーナー見ていただくとあれなんですけど、桁違いなんですよね。桁違いしてももうワンランク上というかね、えー、時速70キロぐらい出る。<laughs> 60キロ、70キロ、80キロぐらい出るもの売ってで、僕買ったの持続70キロぐらい出るやつで、めちゃくちゃ速いというのが売りで、えー、買ったんですけれども。で、それがね、しばらく経って、まだね、実は外で走らせてないんですよね。<laughs> 今、ずっとね、倉庫で眠ってるんですけども、なんでかっていうとね、ちょっと前にね、あの、このラジコン走らせようと思って持ってったんですよ、外にね。 で、あのー、公園、近所の公園行ったら、あの、ラジコン走らせちゃダメですよって看板立ってて、まあね、まあ時速70キロぐらい出るやつだから、<laughs> まあ、しゃーねーかなーなんて思ってね、って、まあ別の公園見て回るかーなんて思って、 ちょっと透明のね、広い公園行ったんですよ。めちゃめちゃだだっぴろい公園があってね、でっかい公園あって、そこ行ってみたんですけども、そこもダメでしたね。そこも、まあむしろね、管理人がしっかりしてて、あのもう完全に縦看板あって、ラジコンブダメと、ドローンラジコンブダメってなってて、で、他にね、ちっちゃい公園とかいろいろ回ったんですけども、結局どこもダメでね <laughs>、今って皆さんラジコンってどこで走らせれるんですかね、なんて思って、まあ都内とかね、都心の方だとね、なおさらこれって、 で遊ぶ機会なくなっちゃったなぁなんて思ってね非常に残念だったりするんですけども多分ね他のなんていうかこう地方の方行けばだいぶそこら辺を緩和されてなんて思っててまあなんかの旅行のタイミングでねえどっか行くタイミングでちょっとねまあなかなかないんですけど一人でどっか行くタイミングなんてねえそれでね走らせようかななんて思っておりますで僕のねちっちゃい頃もねずーっとラジコン走らせててであのラジコンの思い出といえばねまあ僕北海道なんで結構ね ここら辺の山でね、えー、走らせることができるんですけれども、<laughs> あのー、コントロール失ったりすることよくあって <laughs>、で、うちの兄貴がね、操作してたラジコンがね、コントロール失ってね、えー、綺麗に川に落ちてって、もうね、えー、届かない、手の届かないところに <laughs> 行ったななんていうね、そんな思い出があったりするんですけど、皆さんね、ラジコンの思い出いっぱいあると思うんで、ぜひね、コメント欄にいただければなぁなんて思います。 はい。で、今日はね、何するかというと、バングッドさんのね、セール企画第3弾なんですけれども、今日はね、この2機種。 パウキディさん企画ということで、パウキディさんの X2、X55 と X28。この2機種について、セール価格になってますんで、えー、めちゃめちゃ安くなってます。はい。まあ、今回はっきりめちゃめちゃ安くなってますんで、ぜひね、えー、購入検討してる方は購入してみてはいかがかなと思います。特にね、X28 の方はですね、結構ね、あの、公式よりもね、安くなってますんで、かなり安くなってますんで、えー、最後まで見ていただければなと思います。じゃあね、早速この2機種について話して いいきたいと思いますはい、じゃあ、まずね、えー、パオキディさんの X55 の話をしていこうかな、なんて思います。ここにね、実機があるんですけれども、多分ね、皆さん、あの、購入された方結構多くて、こちらはね、えー、今期で一番使ってるゲーム機どれですかって聞くと、 パウキディ X55 ですっていう人がね、一番多いんじゃないかなーなんて思います。これ非常にね、使いやすいゲーム機です。で、値段もね、結構お安めで、1万円前半ぐらいでね、買える商品なので、本当にね、コスパも良くて、画面も大きくて見やすくて、なんて言ったところで、やっぱね、中華エミュレーター機はこれぐらいがちょうどいいんだよっていうところのね、本当バランスの良くてコスパもいいなんて言ったところの商品になります。で、こちらなんですけれども、やっぱりね、いいところって言ったところで、5. 5 インのね、大はい。で、ゲームボーイとかね、携帯ゲーム機なんていうので、昔はね、ちっちゃい画面で遊んでたんですけれども、これがね、大画面で大迫力で遊べるっていったところですね。あとやっぱり40代超えてくると、目がね、 やっぱり、ちちっっっっゃい文字に対応しきれなくなくるって言ったところでやっぱり大画面で見ると安心するねって言ったところがあって、本当にね、大画面で遊べるって言ったところが一番大きいかなと思います。あとね、扱いやすい Linux OS って言ったところで、本当初心者にちょうどいいというかね、えー、もう項目選んで起動するだけなんていう感じだったりとか、あと SD カードに遊びたいゲーム追加するだけなんていうね、えー、細かい設定がね、必要ないんで、この Linux であるって言ったところが本当に扱いやすい。 やすいといった感じかなと思いますあとねあの LR ボタンですねここ縦配置になっているって言ったところも良かったりしますよねこれがね横配置だったりちょっとね L2R2 が届かないなんてこともあったりするんですけどもこれもね本当綺麗にね形も良くてグリップとねここの 配置がね、指の位置がちょうど良くて、本当にね、完成度の高い、えー、構造をしているといったところもあるかなと思います。で、えー、こちらね、えー、ここにね、スペック表書いてあるんですけれども、CPU がね、RK3566 チップというものを積んでおります。これはね、あの、セガサターンまでは大体遊べるぞといった感じのチップになってて、あの、全部は動かないですよ、セガサターンもね。RK3566 チップ、それなりにね、パワーがあるチップですんで、まあ、セガサターンまではしっかり動かしてくれるといった感じ のチップなんでここはあのかなり Linux でセガサターンみたいな感じでね、えー、遊べるって言ったところが大きいかななんて思いますであとまあ先ほどもね話したんですけどほんとね Linux で初心者でも扱いやすいといったところここら辺がね、えー、この X55 の扱いやすさ とビルドクオリティも良くてといったところと、あと価格が安いといったところでもうかなりね上機となっているイメージがあるんですけれども、まあ、そういうものかなと思います。で一応ねスペック表はこちらに載せております。まあ、先ほども話した通り RK3566 チップでメモリが2ギガで。 ストレージ関係なんですけど、内部にね、ストレージ持ってなくて、これは、あのー、TF カード、SD カードですね。SD カードで、これダブルスロットシステムになっておりまして、16ギガが最初からシステムで付いております。で、自分で追加したい場合は、プラスメモリーカードを購入、もしくは付いているものを使っていただくと、いった感じかなと思います。で、OS は Linux のディスプレイは5.5インチの大迫力画面です。で、ね、5.5インチなんですけれども、120、1280×720、7 20 ピクセルということでこちらもかなり解像度が高いといったところで大画面なのに荒くないと、うん、滑らかに見えると。 綺麗に見えるって言ったところが魅力的です。あとバッテリーもね、4000mAh といったところで、まあ、4時間。まあ、あの、これが4時間が短い長い短いっていうのはね、それぞれこあの個人で思うところはあると思うんですけど、まあ、そんなに悪い値ではないかなと思います。普通といった感じですね。で、サイズも 293g ということで、5.5インチ普通ね、積んでる UMPC とかあったりするんですけど、それはね、400g 超えてきたりしますんで、ほんとね、 え、軽量化が進んで 300g を切っているといったところと、あと HDMI ですね。ここにね、えー、端子が付いております。ミニ HDMI かな。ここにね、刺していただいて、えー、使うといった感じです。はい。まあ、挿してね、電源再起動して繋ぐといった感じかなと思いますんで、まあ、こういうところのスペックになってて、それなりに多機能なのにお値段が安いといった感じで、えー、 今期ね、めちゃめちゃバカ売れした機種になります。これがね、バングルトさんでね、また安くなっておりますんで、えぜ、ー、ひと言った感じなんですけども、まあこんな感じでいいところがあるという話になります。はい。で、こちらのね、パウキディ X55 なんですけれども、悪いところというかね、正直微妙だなーって言ったところをね、いくつかね、あげようと思ったんですけれども、<laughs> <laughs> 正直、ほぼないで、ないと思ってます。あの、僕はね、この機種大好きでねで、ずっと使ってるんですけれども、正直ね、もう長年半年ぐらい使ってるんですけど、正直ほぼないです。で、あえて、あえてあげると、やっぱビルドクオリティですね。ビルドクオリティが、パウキディさん、 ククオオリリテテティィィなんんででですすけどもももそれでもパウキィさんクオリティの中いいい方だと思いますやっぱりね、他者が良すぎるって言ったところなんですね。アンバーニックさんとか、レトロイドポケットさんとかの、えー、あれがね、出来が良すぎるって言ったところで、そのビルドクオリティには及ばないんですけれども、かなりね、今回、えー、こちらのね、X55 も頑張ってますんで、えー、出来はいいと思います。ただね、操作性に問題があったりってこともないと思いますんで、ただやっぱり、アンバーニックさんと比べると、ちょっとやっぱ、 うんって言ったところはあるかなと、このプラスチック成形のちょっと歪みがあったりとかね。そういうところあったりすると思います。えなんかね。 うん、なんかプラスチックの質感とかのも考えていくと、確かにアンバーニックさん、レトロイドさんの方がね、いいんですけれども、まあ、パウキディさんの中ではかなり頑張ってる方だなぁなんて思います。あと、あえてあげるとしたら、利面のパウキディ、ここね、ここのロゴが出せえっていうのはあるんですけれども、これちょっと見られると恥ずかしいなぁなんて思いますけど、これなんかね、えー、アルコールかなんか吹いて消していただくっていうのもありかなぁなんて、消せるかわかんないですけどね。はい、っていうのはあるんで、まあ、これぐらいです。ただね、全然ね、これはもう実動に関係ないんで、あの、微妙なところという と,いうところに上げるまでもないんですけども正直ほぼないとね思っていただいていいような機種なんで非常にねこちら素晴らしい機種だと思いますはいじゃあねこちらちょっとね動かしてみましょうかねはいじゃあまずねパウキディ X55 の方を動かしていくんですけれども電源入れるとねこんな感じの Linux の画面が立ち上がりますいろいろねゲームをね選んでいただいてここから遊んでいくといった感じですまあ僕ね え、自分のやつで入れているのは PC エンジンとかね、CG ロムロムなんていうのも入れてたりとか、ゲームボーイとかね、入って入れたりとかね、スーパーハミコンとかね、ここら辺もね、しっかり遊べます。で、だいたいセガサターンぐらいまでね、動くといった機種なんで、今日はね、こちらからセガサターンからね、何か遊んでいこうかなーなんて思います。はい、じゃあまずね、えー、本目、セガサターンしっかり動きますよーということで、代表としてね、えー、機動戦士ガンダムガイデンですね、こちらの方、 え動かしていきますかなりねしっかり動きますんで是非ね見ていただければと思うんですけれども、まあ、これだけねしっかりね、えー、ポリゴン系のゲームが動けば生まれ方ターンもしっかりね遊べるかなと思います名作ゲームですんでねこのねガンダムゲームの中でもねかっこいいですよねこれねこいつがブルーの3号機だ前の1号機はエグザムを搭載した統合さまあ、こんな感じでね、えー、ブルーディスクに3号機をねこうやっていってきますけどこうやってかなりねしっかり こんだけね、しっかりちゃんと動くぞー、といった感じですね。高速処理もね、このポリゴンでね、うまくできてますよー、といった感じです。きますね、ガンダムですね。このパイロット席のね、おお、ザクがね、体当たりしてきましたね。おお、強い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 。こんな感じでね、しっかり遊べるかなと思いますんで。おお、強いね、ザクねあ。やっぱりめちゃめちゃ突っ込んできますね。 よいし。こうやってね、滑らせながら、こうやってね、ザクを倒していく。あ、倒れ、倒れましたね、ザクね。はい、じゃあ次のターゲットのとこ行きまーす、みたいな感じ。こんな感じでね、かなりね、しっかり動きます。あ、いますね、ここのザクがね。よいしょ。いしかなりね、面白いゲームですん、ね、で、この、なんかちょっとね、戦車を操作してるみたいな感覚になりますよね。こ、は、れ、い、倒しましたね、ザクね。で次の、次のザク行きまーす。 よし、こんな感じで。よいし。よし。まあ、こんな感じでね、しっかりね、セガサターンのゲームも動きます。まあ、もうちょっとね、えー、動かしてみましょうかね、じゃあね。このザック倒したら、じゃあ。<laughs> もう、水い,い動きますかね。3366チップ結構ね、いいですよね。セガサターンの相性がね。よしよしよし。 よし、こんな感じでしっかり動かしてくれるかなと思います。はい、じゃあね、次のゲーム行きたいと思います。はい、あとね、セガサターンといえばね、よくあるのがインタラクティブコミック系のゲームだったりするんですけれども、まだね、遊んでない方いたらぜひね、遊んでほしい一品だと思うんですけど、これ、ダイナーエランですね。これね、面白いんですよね。ぜひね、まだね、遊んでない方いたら遊んでほしいな、と思うんですけども、こうやってね、アニメ見ながらね、選択肢を選んでいくっていう感じのゲームだったりするんですけども、 まあ、サラリーマン疲れてる方いると思うんで、癒されるんですよ、こういうのがね。かわいいよね、これね。こんな感じでね。いいですね。インタラクティブコミックのね、このジャンルもね。よくできてるんですよ、セガサタンのね。これと弓ミミミックスね。ぜひね、遊んでほしいな、なんて思うんですけれども。これもね、しっかり動きます。いいですね。これ、恐竜とね、一緒に共存する。ね、そんな感じの。 あの、世界観のね、ゲームだったりするんですけども、いろいろ事件がね、ドタバタ事件が起こって、選択肢によってエンディングが変わっていくといった感じのね、ゲームになります。ね、大谷育英さんの声が可愛いんだよね。で、歌う恐竜のね、話ですね、これはね。<laughs> このなんかね、簡単に書いてある、これがね、恐竜ですね。<laughs> 選択肢出てくるたびに、ね、どれ選択したらいいんだろうなんつって、ね、でボケとツッコミみたいな感じの、ね、なかなか楽しいゲームに仕上がってますのでこれは名作だと思いますけどね軽くね手抜きした感じの顔も良かったりしますよね。 <laughs> まあこんな感じでね、しっかり遊べます。あの非常にね、いいゲームだと思いますんでね、こういうゲームね、遊んでるのもたまにはいいんじゃないかななんて思います。大画面なのがやっといいですよね。はい。まあこんな感じでね、始まりますね。はい、っていう感じのゲームになっております。いいですね。 はい、じゃあ続きましてパウキディ X28 のところをね、えー、お話ししていこうかなと思います。X55 はね、結構売れたんですけれども、X28 買ったっていう人は実はあんまり多くなくて、 まあでもね、ものとしてはね、それなりにいい商品だと思っております。で、またいいところを褒めるとなると、やっぱりね、同じように5.5インチのね、大画面でレトロゲームが遊べるっていったところは、X55 同様にね、遊べる、しっかりしたところかな、なんて思います。で、あとね、こちら OS がね、ここスペック表つけてるんですけども、OS がね、Android なんですよね、ベースがね。さっきは Linux、X55 は Linux だったんですけども、こちらのベースが Android になっておりますんで、操作にね、若干こう、 癖があるというかね。あの、やっぱりある程度の知識がないとって言ったところがあると思います。ただね、勉強してね、いろいろ覚えていくのにはいい教材になるかなと思います。で、アンドロイド。 搭載しているとどういうこととが起こるかう、パって弾いて、戻るボタンとか、ホームボタンとかね、いろいろタッチパネルでいろいろ操作することがあるんですけれども、これはね、この機種のいいところは、そこら辺のボタンがね、物理ボタンになってるんですよね。これ、ホームボタンだったり、戻るボタンだったりっていうので、こうやって一発でね、戻れたりっていったところがあります。で、ここでいろいろね、どういうアプリが開いてるのかって見たりとか、画面のね、タッチボタンをね、表示させるよう タッチパネルのタッチコントローラーを表示させるボタンがあったりとかっていったところで、ボタンのね、数がすごく多くて、その多い中にもやっぱりアンドロイドに最適なボタンをね、こちら採用してるっていったところで、かなりね、アンドロイドの操作がしやすくなっております。これがね、僕のね、X28 のね、優しさっていうところだと思うんですけども、他の機種ではね、あんまりこういうね、物理ボタンがついてるっていうのはあんまり多くなくて、 まあ、かなりね、優しく作ってて、アンドロイドに最適化したね、えー、ボタン配置になってるなぁなんて思います。で、あとね、スピーカーがね、これ前面についてて、ここですね。 マックスまで音で上げると、めちゃめちゃこう、本体が震えるほどね、大迫力の音声が流れます。これもね、僕大好きで、なんかゲームセンターでね、遊んでるような感覚になるっていう、この大迫力スピーカーで、コントローラーを震わせながらね、遊ぶっていったところがかなり面白い機種だったりします。で、あとね、やっぱり一番の良いところって、ユニソク T618 チップってね、今回積んでるんですけども、まあこの説明もいいかなと思うんですけども、アンティトゥのベンチマークで22万点、3万点、4万点ぐらい出るチップで、 プレステ2がギリギリ動き出すすす実のところの、ね、チップだったりするんですけれどもその中の機種、今までね、いっぱい出てますよね。レトロイドポケットとかね。あとは、レトポケプラス、えー、アンバーニクの RG505、RG405 とかね。いろいろ出てるんですけれども。そのね、インソク T618 チップ搭載機の中ではね、一番安いんですよ、これね。他のやつってね、2万、2万中、2万円、2万5千円ぐらいのね、価格帯だったりするんですけれども。 も、こちらなんとね、2万円切りますって言ったところで、やっぱりこの T618 チップ搭載の中でも最安きであるって言ったところがね、安いって言ったところもね、かなり重要なファクターかななんて思います。 で、右側にね、スペック、細かく書いてるんですけども、同じように CPU は u n T618。メモリがね、4GB の LPDDR4。ま、結構積んでますよね。で、ストレージが 64GB で結構少なめなんですけれども、これは SD カードで追加してね、使えますんで、ま、SD カードありきで使っていただければと思います。で、Android は11。で、ディスプレイはね、この u n i T618 チップ積んでる中ではね、一番画面が大きい、5.5インチということで、大迫力画面が楽しめる。で、5.5インチ

X55 とほぼ同等の重さとこの日記書はねだいたいほぼ同じ同等の 重さと。で、液晶サイズも同じで、中のチップがこっちの方が性能がいいと。X28 の方が性能がいいといった感じの違いになってて、まあ、OS も違いますけどね、って言ったところで。なので、まあ、こちらの X55 の方は、あの、基本的には初心者向け。で、X28 の方は、ちょっと知識つけた人向け、Android なんでね。ってった感じの、こう、区別ができるかなと思います。なので、X55 を持ってる人はね、レベルアップの教材としてね、こちら28を買っていただくのもありなんじゃないか なと思います今回ね、バングッドさんでかなり安くしてもらってますんで、これ最後にね、お値段公表したいと思います。じゃあね、X28 の方、こちら動かしていきたいと思い、が思うんですけど、悪いところね、<laughs> 悪いところもちょっと話しなければなと思います。 はい、じゃあね、X28 の微妙なところといった感じで、まあさっきのページで話はだいたい済んでるんですけれども、やっぱりビルドクオリティですね。ビルドクオリティがアンバーニックさんとか、レトロイドポケットさんとかと比べると若干見劣りするといった、まあ質感ですかね、このプラスチックの特にね、質感がちょっとね、なんていうか、ちょっと安っぽいプラスチック使ってるなっていった感じがあります。触ってみてね、なんか、 直感ですね。感覚でちょっと安っぽい感じはあるかなといった感じはあると思います。ただね、操作性とかね、ここら辺については何なんか問題はあるかっていうと、そこまではね、至ってないと思いますんで、遊ぶのに対しては全然問題ないかなと思います。あとデザイン性ですね。ちょっと角ばったデザインでね、レトロ感のあるデザインというか、昭和のテレビみたいな感じでカクカクしてるね、えー、感じの、平成初期の会話のコンポみたいなね。<laughs> わかりますかね相和のコンポみたいな感じの、ちょっとカクカクした平成初期のようなね、ような感じのデザイン。これ逆にね、レトロ感あっていいよっていう感覚の人もいるとは思うんですけども、こういうちょっとデザインがね、えー、微妙かなっていう、僕はちょっと感じてたりします。やっぱパウキディ感があるというかね。はい。こういう微妙なところがあったりします。あとやっぱ初心者アンドロイドなんで、アンドロイドなんでやっぱ初心者はね、扱いにくいかななんて思います。やっぱ初心者はね、 基本的に Linux から入っていただいて、ある程度はエミュレーターを勉強していただいて、そこから、じゃあ次のステップにもっとスペックの高い Android を動かしていこうといった感じの段取りができてればいいかなと思うので、ま、ぜひね、さっきも話したんですけれども、X55 買った後に、あ、ちょっとステップアップの教材用にこれ買おうかなといった感じで、これで遊んでいただくのがね、いいかなと思います。画面サイズもね、基本一緒なんで、X55 とね、かなり入りやすいかなと思います。あ、ちっちゃくなったなって感じることもなくね。 えー、かなり入りやすい感じになるかなと思います。まあ、触っていくとね、えー、だん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 ね、可愛くなっていくんですよ。えー、手をね、えー、いっぱい、なんか、費やしたものの方が、あのー、なんか、やりきった感があってね、えー、だん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 味が出てきてお気に入りになってくるといった感じの噛めば噛むほど味が出るタイプのね、えー、ゲーム機だと思いますんで、まあ、こんな感じの違いがあるかなと思います。はい、じゃあね、いよいよね、本当にね、X28 の方を動かしていきたいと思います。 はい。じゃあ続いて、ね、パウキディ X28 の方のね、えー、起動画面になるんですけども、これね、大事章っていうね、アプリをインストールしております。ランチャーがね、そもそもね、まあ、最初からプリインストールされてたんですけれども、あの、条件によってはね、自分でインストールしなきゃいけなくて、えー、こんな感じでね、大事章っていうのをインストールすると、えー、こんな感じのランチャーになります。で、本当にね、面白いのが、こうやってね、あの、 それぞれね、インストールして、自分でね、ここら辺の設定をしていくっていったところの楽しみがあったりしますんで、なのでね、さっきの X55 はね、最初からああいうランチャーがね、インストールされてるんですけれども、Linux でね、こちらはね、Android ベースで、かつね、こういうランチャーを自分でインストールして調整していくっていうような楽しみ方が、 ありますといったものになります。で、そこでね、えー、フォルダーでね、指定してあげたりとか、あと、ここら辺の画像とかね、いろいろ変更できますんで、ここら辺をね、いろいろ変えていくって言ったところがね、面白みのある、えー、そんな感じのね、えー、ものになっております。で、ここからね、ランチャー立ち上げて、で、自動でね、えー、画像とかね、持ってきてくれるんですよ、こういうね。 ここら辺のね、この名前からね、自動に画像を持ってきてくれます。例えば、カンプコンファイティングジャムね。これね、僕インストールしたわけじゃなくて、自動で大事庁の方でね、インターネット検索して貼ってきてくれるといった感じの、これもドドンパチですね。といった感じになってて、ここら辺をね、楽しむ。これもね、自由に変えれますんで、ここら辺をね、楽しみながら自分でカスタマイズして、やっていきたいって方はね、この X28 をおす,すめしたいと思いますんで、こんな感じになっております。今日はね、ここからプレステ2の方ね、何本か遊んでいこうか。 なと思いますはいじゃあ早速ね、ねプレイステーション2の機動戦士ガンダムシードを動かしていくんですけれども、もうねう今ね、ねマックスまで音量上げてます、まあ、なかなかの、ね、大迫力音声になってますんで、ちょっとね下げて使っていただくとちょうどいいかなと思うんですけど、大迫力で遊びたい人をマックスにやると、この本体ごとね震えますんで、これはこれでゲームセンターで遊んでる感覚で遊べるぞといった感じで、このね大迫力音声っていうのがね、ねこのパウキリ X28 の魅力だったりします。 で、まあ、今回もね、えー、ガンダム動かすんですけれども、これアンバーニック製のね、えー、なんだっけ、T61、618チップ積んでる RG505 とかだと、このね、ガンダムのゲームがね、もっそうり動くんですよ。でもね、こちらの X28 はしっかり動くといった感じになるかなと思います。間違って、アスラン入れちゃいましたね。<laughs> ね、本当はキラー使いたかったんですけどね、アスランが動いてしまいました。はい、じゃあ動かします。 動きいいんですよね、これもね。最近パウキニーさんね、いい動き、働きしてて、もうかなりほら快適にね、動きますよね。もうね、この時点でね、アンバーニクさんのやつはね、もっさーり動くんですよ。ネトポケとね、こちらの X28 は全然安定して動くんで、かなりね、しっかり遊べるかなと思います。いいですね、動きもね。で必殺技もね、こうやってバーッと出せますし、 あ、チャージ中ですね、これね。はい。こんな感じでね、しっかり動きます。いいですね、動きもね。やばい、強いですね。はい。こんな感じで、ちょっとこのステージだけ綺れにしちゃいますけども、かなりね、安定して動くかなと思います。<laughs> いいですね、この太いレバーが気持ちいいですよね。 なかなかかわしますね、このザコーリアかわしますね。やばい、結構ね、フリーダムやられそうですね。フリーダムやられそうだな。よし。あとこのザコーリア、一撃で。ああ、やられちゃいましたね。ザコーリアごときにやられちゃいましたね。はい、こんな感じでね、えーでまあ。僕倒してないですけどね。味方機が倒しましたけどね。 はい、こんな感じでね、かなりしっかり遊べるかなと思います。はい、っていった感じで、次のゲームね、もう一本ぐらい動かしてみましょう。はい、じゃあ続きましてね、PSP 動かしていきます。えー、実はね、PSP の実機よりもね、全然綺麗に表示されるっていうのがね、このエミュレーター機の特徴なんで、まあ今ね、ごく魔界村動かすんですけれども、これもね、かなりしっかり遊べるかなと思います。ね。 解像度4倍とかで遊べますんでね、めちゃめちゃ綺麗なグラフィックでね、遊べるっていうのがね、いいですよね。はい。本当にこれがね、1万円台で買えるというね、奇跡ですよね。<laughs> <laughs> こういうアナログスティックも動きますね。はい、大丈夫ですね。よし。あちょっと十字キーで動かしてみましょうかね。こんな感じで。いい感じですね。おぉ、幽霊出てきましたね。よし。 こんな感じでね。解像度4倍っていうのがね、めちゃめちゃ綺麗だったりするんですけど。<laughs> まあちょっとね、重たくなったら解像度をちょっと落としてあげたりっていうのとはもっとね、快適性な感じで遊べるかなと思うんですけども、途中途中ちょっと止まりますね、ピタッとね。やっぱ解像度高すぎるからっていうのもあるんですけども、2倍ぐらいで遊ぶのがちょうどいいのかもしれないですけどね。よし。実際はね、無駄に4倍出して持っていたところもあると思うんで、

やばいっすね。全然届かないっすね。これどうやっていこうかな。よし、あれ入っちゃいましたね。<laughs> 長く、身長長くなっちゃいましたね。でかくなっちゃいます大きくなっちゃったね。カマの方がいいっすね、全然ね。よいしょ、取れないな、カマが。よしこったよしよしこんな感じでね。プレイステン専用機に、ね、しても本当いいかなと思ってますんで。よし画面綺麗でっすね。うん おおこんな感じでいきますね。いろいろ魔法とか使える。あ、ばばまたやられちゃいましたね。っていう感じでね、結構ね、楽しめます。プレイステもね、PSP もしっかり遊べますんで、ぜひね、PSP 専用機としてね、1台持っておくのもいいんじゃないかな、なんて思います。はい、っていう感じですね。ちょっとやられるとこまで行きましょうか。あ、やられちゃいましたね。ちょうどやられちゃいましたね。はい。 はい、じゃあ最後にね、お値段の好評になります。パーキディ X55 は、えー、バングットさんでね、いつも通り購入することができます。で、かなりね、今円安が進んでる中で、バングットさんドルで、 安くしてもらいました。こちらのね、ドルでかなり安くなっております。で、各ね、クーポンコードを入れることによって、えー、64ギガの SD カードセットですね。こちら本店に SD カード16ギガ刺さってて、なおかつ64ギガの SD カードが刺さってる。ダブルで入ってる状態なんですけども、こちらがね、87.99ドルと。 このクーポン適用すると87.99ドルです。で、これね、日本円に直すとどれぐらいになるかというとね、12,946円です。かなり安いです、これね。で、あの、僕買った時もね、13,500円。SD カードなしで、本体のみで13,500円ぐらいで買ってるんで、かなりお安くなってるかなと思います。で、あとね、この SD カードの容量がね、256ギガのもの。 え、容量アップですね。容量アップしたものが97.99ドルということで、え、14,418円ということで、こっからね、1,500円ぐらいね、アップした感じになるんですけども、256ギガの SD カードって結構しますからね。それ考えてもね、かなりお安く。 えー、なってるんじゃないかな、なんて思います。本当にね、これ買って後悔しない製品ですんで、まだね、買ってないっていう人いたらね、えー、ぜひ、あの、買って間違いない一品ですんでね。<laughs> ぜひとも、これはね、ほんといい。えー、こんな大きい画面でレトロゲーム遊べるんだっていうのでね、かなり感動する一品だと思います。で、なおかつね、大きく伸ばしても画面が荒くならないっていうね、この解像度がすごいいいんでね、荒くならないし、クリアな画面で遊べるといったところがありますんで、ほんとね、おすすめしたい一品だと思います。 ますしバングッドさんありがとうございますかなりお安くしていただきましたはいっていうのがね X55 ですはいじゃあ続きましてパクディ X28 のね価格発表になります同じくねこちらもバングットさんで購入することができますでクーポンコード適用することによって 116.99ドル。まあ、117ドルですかね。<laughs> これね、見てね、僕ね、二度見したんですけれども、めちゃめちゃ安いじゃん、と思ってね。な <laughs> んでかっていうとね、これね、公式はね、それよりさらに、ね、プラス、あの、33ドルぐらいになってて、まあ、あ大体150ドルぐらいでこれ売ってるんですよ。こちらのね、X28 はね。は116ドルなんて思ってね、16、117ドルか。なんて思ってね、二度見してね、えー、めちゃめちゃ安いじゃん、なんて思ったんですけれども、で、こちらね、あの、日本円に 直すと17558円になります。まあね、結構安いです。これはね安いんでぜひともね。この機会に。 え、ご購入検討していただいてもいいんじゃないかな、なんて思います。で、僕はね、これね、おすすめしたいのは、本当コレクターアイテムとしてね、1台持っててもいいと思います。で、コレクターアイテムとして持ってて、中には何入れるのかっていうと、一応、プレステ2とかね、ゲームキューブ動くんですけれども、まあ、全部動くわけじゃないんで、えー、よりね、しっかり動かすのはどれかっていうと、PSP とかドリームキャストなんて言ったところの専用機に1台持っとくと、もうね、PSP 専用機にね、この黒い、 え、本体と大きい画面で PSP 遊ぶっていうのでもいいと思いますし、ドリームキャストもね、かなりしっかり動かせますんで、ここら辺専用機に1台持っててもね、いいんじゃないかなーなんて思いますんで、まあ、こういうゲーム機って何台あってもいいと思うんで、本当に安い時に買うっていうのがね、一番いいんじゃないかなーなんて思います。非常に使える機種ですんで、で、あとね、あの、Linux で X55 からね、えー、さらにこう、勉強して、28に使っていくっていう、勉強のための教材としてね、1台使って 買っとく買っとくっていうのもねいいんじゃないかななんて思いましたんで今ねこちらの割引すごい安くなってますんでぜひねご購入検討してみてはいかがかなと思います はい。ということで、本日はバングットさんのセール企画第3回目ということで、えー、パウキディ X55 と、えー、パウキディ X28。この2つね、スペックがそれぞれ違うんだけども、大画面でって言った感じで楽しめる。えー、非常にいい中華エミュレーター機になっておりますんで、こちらのね、紹介と破格用のクーポン。 ね、めちゃめちゃ安くなってますんでね、<laughs> 準備させていただきましたんで、ぜひね、興味あるって方いましたら、この動画の概要欄にリンク貼っております。それぞれリンク貼っておりますんで、そちらから行っていただいて、クーポンコードをポチッと入れていただくと、こちらのね、下にある先ほどのね、価格になりますんで、ぜひね、そちらでご購入検討してみてはいかがかなと思います。え X55 はね、まだ買ってない人いましたらね、この機会にぜひ買っていただいた方がね、これはね、もうほんと買って損はないです。もう毎日触れるゲームエミュレーター機、中回エミュレーター機だと思います。で、さらにね、使いこなしたいって言った感じは、こちらのね、プレステ2、ゲームキューブも遊びたいって方はね、さらにレベルアップして、こちらの X28 の方を検討いただくと、いった感じでね、かなりね、いい機種で、どちらもいい機種ですんでね、興味持った方、よろしくお願いしますと、いった感じの動画になってました。 はい。ということでね、今日はこんな感じで終わろうかな、なんと思うんですけれども、今日の動画役に立ったって方がいましたら、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。あとね、安いものがあればね、またこんな感じのセール企画としてね、やっていきたいと思いますんで、チャンネル登録の方していただけると嬉しいです。あと月1回にね、え月1回必ずバングッドさんのクーポン更新情報を流しておりますんで、え少しでも安く買いたいって方はね、早くね、こ、えー、の情報を知りたいって方はチャンネル登録の方していただけると嬉しいです。はい。ということで今日はこんな感じで、 終わりたいと思いますいとチャンネルでしたまた次の動画でお会いしましょう